コンフキウスノコギリクワガタは、昆虫交渉種目、クワガタムシ科、ノコギリクワガタ属の一種。学名は古代中国の思想家、孔子にちなむ。世界のノコギリクワガタ類の中では、ギラファノコギリクワガタに次ぐ大きさとなる100ミリメートル内外の大型種で、その禁煙種とされている。体長は、 オスは40から 102mm メスは23から 45mm ほどの大きさになり、オスの大型個体は大顎の根元部分と中央から前が緩やかに湾曲し、その後が直線的に伸びて、日本のノコギリクワガタとギラハの特徴を合わせ持つような姿をしている。体色は黒色で、真横から見ると日本のノコギリのように下側に滑らかにカーブしている。 内葉の発達は弱く、中央部に一本伸びるものの小さく、その前方にさらに小さな内葉が並ぶ。ギラ葉と同じく根元内側に内葉があるが、ギラ葉よりはやや小さい。中型個体や小型個体では、大顎の長さが短くなり、内葉の発達がさらに悪くなるが、小型個体となると内葉こそ目立たないものの、 日本のノコギリの小型個体のような原波型に近い形状の大顎となり、大型がギラファ、中型や小型が日本のノコギリの特徴を見せるような形状になる。メスはギラファのメスと同様に黒色だが、上から見ると日本のノコギリのメスに見られる卵型に近い形で、メスもギラファのような体色と大きさに日本のノコギリのようなスタイルを合わせ持ったような形態となる。 夜行性ではあるが、昼間も活動し、公表高地にある雲霧林や熱帯雨林のエノキ類等の紅葉樹の樹液を吸う、10日にも飛来する。寿命は半年から1年近くとなり、ノコギリクワガタ類の中では、寿命でもギラファに次いで、長い方となる。幼虫は、不朽木や、その周囲にある分解された土で見られ、約1年から1年半ほどの時間をかけて成虫に、 なるが、他のクワガタと同様にメスは半年ほどで成虫となり、オスの成長はメスよりも遅くなる。インド北東部、ミャンマー北部、中国南部、ベトナム北部にかけて生息しており、分布的にはギラファの小切りクワガタの原名足と重なる部分があるが、全般的にギラファより生息分布は狭く、またギラファのように大陸から離れて、 分かれた島には種の生息が確認されておらず、ギラファのような多くのアシュには分かれていない。クワガタブームが始まった当初は、原産地からそれなりの数の個体が輸入されていたが、ギラファや他種の人気に押されたり、ギラファに比べて地味な印象があるせいか、現在はそれほど生態を入荷してはおらず、専門ショップでも見かけることが少なくなった。ほぼ日本のノコギリクワガタや、 ギラファと同様にして変われるが、ギラファよりも温度変化が敏感なためか高温に弱く、やや低温で温度管理に気をつけなければならないので、その意味ではギラファや日本のノコギリよりもやや飼育が難しいとされる。ありがとうございます。